浅間院山は、群馬県安ずま郡東八がつ城と長野原町の境にある山。標高1757メートル。浅間院山は、遠防すると円水系の美しい山で、川浦富士や八幡山の別名を持ち、山頂部は2つの峰に分かれている。最短距離の登山コースでは、1時間半から2時間程度で山頂に達することができ、 年配者や子供でも登りやすい山にかかわらず、山頂の眺望が素晴らしいことから、近年多くの登山者を集めている。日本二百名山の一つに選ばれている。浅間園山の名前は、中野城や東屋がつま方面から見ると、浅間山を隠してしまうことから付けられたとされている。二度上峠口、群馬県道54号線二度上、峠から高崎寄りにある登山口から登るコース。 最短距離で山頂に達することができる。登山口付近に駐車スペースが確保されていることもあり、最も人気のあるコースである。わらび大キャンプ場を口、群馬県高崎市にあるわらび大キャンプ場から山頂へ向かうコース。途中で二度上、峠からのコースに合流する。浅間院温泉号口、山頂北側、群馬県東東東町の浅間院温泉郷から、 山頂を目指すコースで前日の2コースとは反対側から登ることになる。山頂への距離はやや遠くなるが歩きごたえがあり、下山後に温泉入浴ができることなどからこのコースを支持する者も,も多い。ありがとうございます。